皆さんこんにちは。外出自粛の中、現在、バイクに乗っております。ST250 のですね、タイヤ交換、それからチェーンの交換をしたいと思いまして、まあ自分でやれればいいんですけれども、道具もないし、また道具を買うと、まあお店に頼んでも一緒だと、ということで今からナップスに向かっております。ちょっとナップスまでですね、2、30分かかるかと思うんですけれども、まず車両の状態を見せてくださいと、まあ、こういうふうに言われましたので、今から行きまして、もう半月先までピッと予約されてるそうですよ。まあ、1日でも早く持ってって、早く交換してもらうと、まあ、こういうことで今現在ナップスに向かっております。あのナップスの豊橋店ですね。はい、三河港大橋です。ここが、まあ一時ですね、これこの橋が完成した頃はですね、下駄橋では一番長かったようなんですけれども、今はどこが一番長いんでしょうね。バイク揺られますね、風で、横風で揺れてます。またこの程度の風であればいいですけども、まあ、これ以上の風になるとですね、もうあんまりバイクで走りたくないですね。まあ、だけどまだ風が冷たくないもんですからいいです。風が冷たければですね、嫌ですね。今日はですね、午後から雨模様ですので、まあ、長い間降らないと思うんですけれども、雨が降る前に行って帰ってこようと思っております。久しぶりにバイクに乗りましたので、非常に気持ちいいですね。まあ、これはいつも前からなんですけども、ニュートラルランプが今つきません。ニュートラル入ってますが、さっきついてましたけどね、切れてくる。ダメなのか、メーター側の設定不良なのか、ニュートラルスイッチの設定不良なのか、まっすぐ行った方が良かったかな。まあどちらでも行けるんですけど、
ないんじゃないですか。テーラーはやってる。夜だけですかね、やってない。集まるようなところはやってないと、それだけですよね。ホームセンターは人いっぱい集まりますけども、やってますね。はい、見えてきました、ナプス。タイヤ交換の予約をしてきました。タイヤ交換と前後タイヤ交換と、それからあとチェーンの交換と、あと、まあ、チェーンの交換するときに見てくれたんですが、リアのホイールのダンパーもガタが大きいと、そういうことで交換した方がいいですよと、まあ、こういうふうに言われましたので、ダンパーも交換することにしました。全部含めて4万ぐらい、工賃含めて。ダンパーが、私のバイクのスズキ ST250 はダンパーがですね、すぐダメになると、そういう話でした。だいたいタイヤ交換と同時に皆さんダンパー交換しますね、こういうふうに言われておりました。でダンパーが弱いせいか、このダンパーがすごい安いんですよね。850円ぐらいです。他のダンパーの値段見ますと、安くても1800円ぐらい、まあ1800円から3000円ぐらいですか、まあ、そんなような金額でした。ナプスで今前を走ってた方と、30分程度ちょっとお話しすることができました。はやぶさでしたっけ、バイク。もう10年選手だって言ってましたけど、キャンプに行ったりだとかやってると、こういうふうに言ってましたよ。今日もスクデの方へ走ってきたとこうおっしゃってました。
で、ナピスに来たのは純正部品を注文。もう何年もバイクに乗ってるとカスタムというよりもメンテの方が大事だと同感ですね。そうですね、メンテが大事ですよね。バイク、私もメンテに徹したいと思います。それではこの辺りで皆さんとさようならしたいと思います。それでは。